が今回オリジナル T シャツを、プリントするボディの T シャツになります。しなりって言っていいんですかね。真っ白ではないですよね。真っ白 SMLXL の4サイズですね。今からこの T シャツにどれぐらいの大きさでこうプリントをするかっていうのを打ち合わせしていきます。本当ね、前回も思ったんですけど印象だいぶ違うですもんね。これなんか大きさが変わるだけですね。全然違うし、なんか今まで当たり前にね見てたものが、あ、こんな風にちゃんとみんな考えて大きさ決めてるんだなって思ったですもんね。平置きするイメージと、あと着た時に着た時のイメージもまた、ね、大きさ違うんですよ。置いてみるといいけど着てみると大きすぎたり小さすぎたりっていうね。体がラウンドしてる分、はいはい、でもね、またそれも S サイズから XL でも全然また違うっすもん ね。それはね、めちゃめちゃ手慣れてるんですね。それ慣れてないっすいつもしてるんだろうなって思わせられますね。なんか縁が多いとでかく感じるんですよね。ああ、そういうこと。置いた時にね、でも T シャツ作るときはもうその作業が必ずあるんですか。プリントアウトしたやつを。そうですね、あの細かい人に対してはこうしてます。要求が細かい人に対して細かい人俺が申し訳ない気持ちになりますね。もうお任せでいいからっていう人もやっぱりいるわけですね。そうそうそう、もう全然任せる任せるみたいな人もいるんですね。大体こんな感じの人は、ね、はいはい、パパパッと終わるんですけどね。そうですよね、うん、ちょっと自分もねそのノリで、でもせっかくだからですね、お客さんにこうもういいのできたってやっぱ余白がねまたイメージを大きく感じさせるんですよ。やっぱね、こうやってちょっとプリントアウトしていただいてるね、この印象もまたね実際つけてみると違うかもしれないですよね。これが S サイズのボディ、あーもう S はなんかなんでしょうね、パッと見ですけどいいなって思っちゃいますよ ね。このサイズ感でね、うん、何の問題もないって思いましたけどね。ですよね。まあ、さらにこう着てこんくらいこう、あ、着用すると細くなるんで、まあ、だからこう細くなるんだ。ああそういうことか。ああそういうことね。これ内側に入る分バランスが、今こういう感じで見てるわけですね。はいはいはい、そうかそうか、今こう開いた状態ね。そうそうそう、だからそう着るとこうなるんで。なるほど、だから小さく見えるっていうのはそういう、ああじゃあだからそのプリントが大きく見える、うん、着た時バランスとしてね、うん、そういうことか。あ、実際見るとこんな感じかなって。なるほど。まあでも全然ちょうど良さそう。いいなって感じですね。これが S サイズですね。元ネタはもうボディが XXL ぐらいありますもんね、あれね。そうなんですよね。だからちっちゃく見えますもんね、プリントがね。50枚です。T シャツはですね、10周年記念 T シャツは50枚で制作します。問題なく見えますけどね。なんか、うん、あくまでもそのね、平置きで見る分にはなんか小さいなとも思わないし、大きいとも思わないですもんね。だからさっき言ったみね、体になってちょっと内に入った時に。そうそうそう、それでも小さくは感じないですよね。いいと思います。いいと思います。うん、いい、すごくいいと思います。良さそうですね。うん、XL でそれで、うん、だから SM だともう少し面積が出てくるって感じですね。でも XL の、うん、
小さくもないし、うん、問題ないっていうかこれでいいと思います。良さそうですね、うん、これでいきましょう、うん、そしたら XL でも見たいなけど、サイズ合わせよ、じゃあもう一発で OK って細かくやるって言ってる割にはあれですね、俺らどっちも、うん、いいんじゃないかなっていう、なんか結構そこの調整はもうかけない感じです。一発っすね。一発で決まりましたね。このサイズでいきます。ここは20センチです。ここからここは。はい。20センチ幅で。